優勝戦4号艇の吉田拓郎選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。順位調整は1コースからコンマ08のスタートで2着ということになりました。この日はチルト0で行かれて1着2着だったんですが、足の方はいかがでしたか？まあちょっと辻さんとは分が悪かったですね、スタート練習から。はい、はい、順位に関しては2コースの辻選手がちょっと伸びてくるような気配を感じられた。あ、そうですね。はい、はい、それもあってチルトは0で臨まれたわけですか？そういうことですね。はい、はい、そうなってくるとターン周りの方にちょっと影響も出る。まあ、そこには影響は出ないんですけどね。はい、まあ、ゼロでもちょっと行かれてましたね。はい、はい、では今回は6勝されていますけれども、足の方ではまだそんなにいい感じではなかった？まあいい方ではあるんですけどね。はい、優勝戦の中ではいい方ではないと思います。はい、はい、ではもう一度優勝戦向けては調整の方いろいろ考えていきたいところですかね。まあ、結構やり尽くしたんですけどね。はい、精一杯やります。はい、もう一度見直してみて。はい、そうですね。はい、予選道中はスタートはしやすい、いいスタートがいけているとおっしゃってました。このあたりはいいですか？はい、はい、そうですね、いいと思います。はい、優勝戦の枠は4枠ということになりました。足はどんな風に仕上げていきたいと思われますか？まあはい、できれば4角を取って攻めるレースを、それができる足を求めていきます。はい、はい、地元では G1 2回を含めて6連続優勝と安定した成績を残されています。このあたりはいかがでしょうか？嬉しいです。はい、はい、分かりました。今年はこれが7回目の輸出で、1月桐生に続く優勝がかかる一戦です。ファンの方に一言お願いします。はい、優勝目指して精一杯走ります。お願いします。